行、レアル・マドリーさんバロンドーラーのロドリ獲得へ。レアル・マドリーはバロンドールを獲得したマンチェスターシティミッドフィルダーロドリに興味を示しており、同じポジションのチュアメニの売却に前向きな姿勢でいるとのこと。具体的には6000万ユーロ約99億円ほどの移籍金であれば、売却に応じる可能性が高いと見られている。ロドリを逃した場合に備えて、レアル・マドリーはチェルシーミッドフィルダーエンソ・フェルナンデスも中止しているとのこと。いずれにしても中盤のポジションが補強ポイントとされており、来年1月または来夏に向けて大きな動きがあるかもしれない。おいおい、これだから、レアルは、プライドないんかマジで、ないない絶対ないから、今までの一連の流れ見て思うけどさすがにどうなのこれは、これだよ、これが俺の知ってるレアル・マドリードだ、授賞式全員でボイコットするようなクラブが今度はバロンドーラー狙いに行くのか。これがレアル・マドリーね、マドリビスタはバロンドールのことで散々バカにしたからいりませんって言えよ、これが本当かどうかは置いといて、傲慢という意見はよくわからん、マドリーは一流の選手を集めるし、騒動の後でこれやるのむしろ潔いと思うけど、チュアメニ売却はさすがに泣くぞ。カマビンガとの仲良しコンビが見れなくなっちゃうじゃないか。なんでまだ年齢若いチュアメニ売ってロドリ狙うのよ。ロドリ矢印マドリーチュアメニ矢印リバプール遠藤矢印してもしこれ怒ったらスキンヘッドにしてより目でよだれ垂らしながら全裸でスクランブル交差点走り回ったるわ。遠藤選手もリバプールがチュアメニ獲得が明確になった段階でリスト行きになる未来が見えますね。しれっとおられる先生のチュアメニさん。泣き。